マーク51マーク51射撃式装置はアメリカ海軍が開発した艦砲用射撃式装置。一人操作式の比較的簡素な FCS であり、主として母ホース 40mm 機関砲や3インチ艦射砲に用いられた。マーク51はもともと高速で接近してくる航空機に対して近距離で即応可能な簡易的な FCS として、 1940年に開発開始された。基本的には、照準機マーク14に10、法の制御機能を付加した設計となっている。マーク14は、ジャイロスコープを内蔵していることから、移動目標を人力操作で、目視照準、追尾することによって、時間と目標との相対的な角速度変化を検出し、さらに複雑な光学系及び、リンケージ機構によって、 三越し角を自動算出することができた。マーク14は、昇降系基銃では、重火に直接取り付けられていたが、40mm、基銃などの中高警報では、包位板に取り付けられて、遠隔完成することとされ、この包位板を含めたシステムを、マーク51と称した。このことから、FCS ではなく、単に包位板マーク51と称されることもある。マークは、 おおむね的速350ノット、みこし角25度まで対応できるとされていた。なお、これらの各速度式システムは、光学系を収納している、照準機構の向きと照準線の向きとが、ジャイロスコープのプリセッションのためにオフセットすることから、射死式と称される。また、水上射撃の際には、照準機マーク14ではなく、 高額即居技と射撃板マーク6により見越し稼働を算出することとされていた。このように比較的簡素なことから開発は急速に進展し、1940年10月には早速2500台の発注がなされ、最終的には計1万4000台が生産されるベストセラーとなっている。マーク52マーク51モット3では標準機がマーク 15に更新され、風力修正装置も付加される改良が施された。ただし、マーク51は、対空射撃時には、目標との手段を持たないため、栄光弾による弾道表示をもとに、目視、手動で、修正射撃する必要があるなど、性能に制約が大きかった。このことから、マーク51をもとに S バンドのマーク26、即居レーダーを装備し、 照準機の弾道修正機能を改良した発展型としてマーク k 5 2も実用化された。また後にはより本格的なレーダー GFCS としてマーク6 3砲射撃式装置も開発された。ありがとうございます。